勝地亮です。梶正樹です。松本岳です。いやー、今ね、僕ら何ですか、 YouTube 撮影してますね。はい、レジェンドすぎる先輩たちに今から僕らは会うんですけども、はい、ドアの先にね、はい、いらっしゃるいらっしゃるわけですよ。まあ僕らね、まあそのドラマのね、はい、志村けんとドリフの大爆笑物語、はい、まあそれで共演しまして、はい、まさかのまさかのご本人たちに会えるということで、そうなんですよ、ということなん で、 そうなんです、ね、早速行ってみたいと思います。はい、なんかあのね、俺いろいろ聞いてなくて、はい、台本もらったらなんかすごい俺 MC みたいになってたけど、俺そんなことできないから頼むよ。じゃあ失礼しますよ、行きますよ。カツさん甘えてきてます。いや、マジ無理だ。いや、いるのよ。あー、レジェンドがいるのよ。入りますよ、俺行きます。失礼します。失礼します。失礼します。おはようござい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 ます。すいません、ちょっと思いのほか緊張してます。すいません、申し訳ないです。今日はですね、いろいろとお三方に質問させていただきたいなと思いまして。質問、はい、楽しく対談というか、まあ、僕らが本当先輩たちいろいろ聞かせていただくというような形になりますけども、うん、大丈夫ですか。大丈夫よ。本当ですか。うん、はい、なるべく優しく怒らないでください。いやいやいや、怒りません。怒らないですか。うん、怒るとしたらブーさんが怒るから。まあちょっと本当ですか。いやいやいや。でもこの4人の方たちは事前に1回会ってるって、うん、そうなんですよ、はい、そうなんです。我々4人は、はいはい、取材で一回こう対談させていただいて、はい、そうなんです、ね、もうそうなんです、はい、この間ご挨拶させていただいて、はい、そうなんです。内緒でやったの。内緒でやったの。めちゃめちゃ表向きにやりました。内緒じゃないです。でもだから実際にドラマの中で演じた方の実際会えたわけじゃないですか。そうなんですよ。で僕実は今日そうですよね、加藤さんと加藤さん初めましてなわけ。本日初めましてですよね。初めましてなんですよ。でちゃんと挨拶したいのにおかしいのよ、こういうカメラ持ってとかは。僕片手でね。すいません、これ加藤さん、あ、加藤茶さんを演じさせていただきました、勝地亮です。見ましたよ。あ、本当ですか。はい、いや、その辺もね、ちょっと詳しく聞きたいので、はい、そうですね、うん、ちょっとじゃあ早速質問コーナーというか、まあ、席について仕切り直してちょっとやりたいと思いますので、この後も、あ、ちょっと緊張してるわ。この後もこの後から皆さん楽しんでいただけますので、ご覧ください。丸三角のやつなんですね。いいじゃない。次行こうよ。はい、行きましょう。ということでお願いします。はい。はい、志村けんとドリフの大爆笑物語放送直前、ザ・ドリフターズと夢の対談ということで、今日は27日にフジテレビで夜7時から放送されるコント番組ドリフと志村けんの年末爆笑コント祭りと、その後夜9時から放送のドラマ志村けんとドリフの大爆笑物語のコラボ企画ということで、ドラマの共演者2人と一緒にザ・ドリフターズのお三方にいろいろな質問をぶつけちゃおうという企画でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりとまずね、カンペを見て、かまし言えたということで、素晴らしい、まず素晴らしい、かまなかったね、この緊張感の中、素晴らしいですよ。そして、共演者の2人、ドラマで高木ブーさんを演じた梶正樹くんと、中本浩二さんを演じた松本岳くんです。よろしくお願いします。そして進行役をね、今日務めさせていただきます。勝地さん大丈夫ですか。大丈夫です、僕らみんないますから。大丈夫です、今日は読んで読んで、はい、うん、進行役を務めさせていただきます。ドラマでは加藤茶さんを演じました、はい、勝地亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そうですね、はいはい、先ほどもね、ちょっと聞いたんですけども、はい、勝地さん、はい、大丈夫ですか。いや、全然ダメなのよ。僕らはね、4人、はい、はい、中本さんと高木さんと4人で、はい、雑誌の対談がありまして、はい、以前お会いしたんですけども、はい、本日初めてですよね、加藤さん。そうなんですよ、加藤さん。初めて、ね、いかがですか、加藤さん。いや、まあ、その正直、うん、子供の頃にもう本当大好きで、ドリフターズのコントを見るのがすごい好きでしたし、うん、感慨深いものが今ね、込み上げてきました。で、正直そのドラマやる前にもお会いしてご挨拶したいみたいな気持ちも正直あったんですけど、うん、なんかそれを会ってしまうともっと逆にプレッシャーでやられてしまうんじゃないかとかいろいろありまして、まあ結構やらせていただいた後にこういう形でお会いすることになってしまって、うん、はい、すみません、お願いします。お願いします。でもね、VTR 見たけども、はい、やっぱりよくコピーしてるわ、やっぱり本当にちっちゃい頃にそのやらせていただいたその階段落ちコントもそうですし、うん、子供の頃見てて笑って大爆笑したわけですよ。そのコントをやるっていうのが結構自分の中でプレッシャーでしたし、うん、でやっぱりせっかくやらせていただくからにはやっぱりその当時のものをしっかりとコピーしたいというか、しっかりとやりたいという思いがありましたし、ただ やりたいけども、でも
真似ばっかりしててもいけないんじゃないかなとかいろんなことを考えて、うん、そうよな、そうなんですよ、うん、やっぱり自分の感情を少しずつ入れたいっていうのがあるから、はい、うん、なんかこう覚えるのはできるけどもその後だから実際に本当に志村さんの役 の, その山田君と本当に楽しくならないとやる意味がないなとか、うん、そういうものもあったりしながらやったんです、うん、でもやりながら笑ってたよ。楽しくなりました。やっぱり楽しくなった、はい、楽しくなりました。ただあの間とか雰囲気っていうのはやっぱり、はい、俺と志村と、はい、まあ、そうな、アドリブでできたみたいなもんだから、あれは階段落ちは。そうですよね。だからあのままコピーするのはすごい難しかっただろうなと思う。なんかどこからが台本で、うん、どこからがアドリブなのかみたいな、その感じとかもこれどっちなんだろうっていうのがすごい分かんないことがいっぱいあって。そうだろ、はい、だからなんか素で笑ってるようにも見せたりもしてるのかなとか、うん、考えたりしましたね。いや俺たちは本当に面白い時自分たち笑っちゃうから。そうなんですね。あの笑いは台本じゃないです。もうリアルに面白い。リアルに。でもそれに再現するのめちゃめちゃ大変そうでしたよね。でね、俺がね、どんなにボケても志村は必ず突っ込むやつだから、はい、だからね、安心してボケてると、はい、やっぱり笑っちゃうんだよね俺。あ、なるほど。なんかもうツーとカーというか、もう、うん、掛け合いがもうそれがすごいなと思って、ね、うん、だからあの間はやっぱり真似できないだろうなと思ってたけどね。難しいですね、うん、やっぱり長年一緒にやられている2人のご関係があったりする中で生まれているものだったりするので、山田君とは今回僕初めてで共演したのでそれをまず作るのが大変だったので、空き時間とかとにかく一緒にいて、なんか一緒のことでなんか笑うというか、ずっととにかく過ごすということはしましたけど、それでもやっぱり年月が全然違うのでっていうのはちょっとありましたけど、ね、まずそういう雰囲気づきからやったんだ。そうですね、僕としてはなんかとにかく一緒にいようということを心がけましたし、うん、で山田君もすごい熱い男なので、うん、初めて会う日に楽屋で、まあ、ちょっと待ってる時間があったんですけど、廊下まですごい声が大きい声が聞こえてきたんですよ。じゃどうやら山田君の声でもうコントの練習を一人でもすっごい大きな声でやってるわけですよ。もう響き渡ってるんですよ楽屋中にこう、廊下に。あ、そのなんか彼の姿勢というかに本当引っ張られるように、もう全然初めましてなんですけど楽屋にノックもせずにやってるっつって加藤さんみたいな気持ちになってきて、なんかちょっとそういう感じで始めてって、だからもう空いてる時間は一緒にやるっていう。すいません、なんか自分の話を、まあ、大事なこと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 、うん、じゃあちょっと早速ちょっと質問コーナーみたいなのが、いいですね、はい、僕らちょっといろいろ質問考えてきたので、はい、ちょっと答えしていただいてもいいですか。はいよ。お三方に聞きたいんですけど、それぞれドリフに入ったきっかけっていうのを聞きたいんですけども、ドリフに入ったきっかけ、はい、ね、うん、やっぱりコントやりたくて、はい、でまあその新しくコント集団を作りたいと張さんの意見があって、はい、で僕と張さんとは最初からいたんで、うん、最初から、うん、はい、でじゃあメンバー探そうっていうんで、探して長尾とブータンと荒井中、荒井さん、はい、うん、うん、引っ張り行って、はい、で話を聞いたら僕たちもやりたいってことで、へー、最初そのコントを最初やりたいっておっしゃってました、コメディのことやりたいって言ってましたけど、うん、その音楽もやられるじゃないですか、うん、最初はその音楽始まりじゃなくてやっぱりコントをやろう、やりたいんだっていうところから、コント集団作ろうっていうところから、あのね、最初はドリフターズって、はい、前のドリフターズは音楽もやるし、はい、コントもやるみたいなだったんだけども、本格的にコントやりたいよなっていう、それで一回解散して、はい、僕と張さんが残ってそれで3人を集めたわけ。だから話を聞きに行った時に、はい、まず中本のところ行ったんだよね、はい、うん、で話をしたらば、まあ、やりたいということで、はい、で同じバンドいたんだよね、ブータンと中本は。あ、お二人が一緒にバンドやられていたということです、うん、はい、で普通に真面目に歌ってたわけよ。ほんで中本がギター弾きながら歌ってて、はい、その横で丸いのがいて、あ、丸いのも面白いよなって長さんと二人で、それで普段をうちに来ないって話をしたら、僕も入りたいみたいな話だった。それは結構もう、あ、いいよみたいな感じで、結構早い感じで。そうだね、中本は長さんに言われて、いや、いいんだけど、親父が反対だったからな。あ、親さんが、親父が、お前大学まで出て、お前
みんな不良みたいなことすんじゃねえ。それで、イカリアさんが説得に来て、親父を。イカリアさんがお父様を直接。それで、ぜひとも俺に預けてくれと。それで、工事が辞めるときは、俺が辞めるときだから。それでそれまで責任を持つからすごい男気が責任取らずにあの世行っちゃった。責任でブータンのとこに、まあ、長さんが行って、はい、でブータンはなんか頼んだんだよな。そうギャラを上げてくれとか。そうそうそうお金上げてくんないといけないよって。で いくら上げてもらった。あのゲーセン5000円。前のイルバントより5000円アップするからということで。あ、そう。そこはしっかり普通にお金の話に大人ですね。大人な。いや、その頃はほら、はい、バンドを移ると引っ張られて必ずギャランティーがアップして、はい、そういうシステムだったからさ。事務所移籍とかまた違くてバンド移籍みたいなこう引き抜きみたいなのはよくあった時代。結構あった。そうなんですね。だからあのお金をまずこれだけの給料なんだけど、あの来ないかってことね。よっぽど僕らの時代よりリアルだし、自分たち その責任というか、僕らなんかやっぱりお金のことを言うのってちょっとこう事務所の人に言うのちょっと気まずいなみたいな思いがあったりするんですけど、やっぱちゃんと一人のプロとしてお金をちゃんとくれっていうのを言えるっていうことですもんね。そうそう、それってすごいことじゃないですか。すごいですね。言ったことある事務所に。いや、ないですよ。お金をあげてくれて。いやいや言えよ。すいません、頑張ります。言った方がいいね。言った方がいいよ。それこのあの事務所に加藤さんに言われたんです。ギャラあげてくれって言います。俺のところに来るだろうから余計なこと言わないでくれって。実際にイカリアさんってプライベートだったりとか、そのカメラと回ってない時とかってどんな方だったとかって。なんかみんな想像してる通りだよな。どういう感じなんですか。怖いんですよ。結構こう怒ったりみたいな。いや俺はあんまり怖くはなかったんだけど、うん、でもよくぶつかり合ったよね俺と。あ、そうなんですか。どんなことでぶつかり合うんですか。あのやっぱりネタのことで、こういうネタ面白いと思ってるけど、うん、加藤さんは違うっていう。違う。でやっぱり長さんが突っ込むのも、はい、それは間が違うって言うと、いや俺は突っ込みだから偉いんだみたいなことで。なるほど、うん、それで揉めて。なるほど。そういう喧嘩は随分あったね。なんかドラマの中でも、その志村さんがイカリアさんに、そのイカリアさんはいつも偉そうにしてるから逆にイカリアさんをいじるっていうか、そういう風にした方が面白くなるかもしれないみたいな話っていうのは、やっぱ加藤さんもこう言ってたものもあった。そう、あの一番偉い人がやっぱりそのメンバーに足をすくわれると、その笑いが大きいんだよね。だそれがやっぱりあのうちの図式だったんだよね、うん、だから長さんを痛めることでだ俺たちも楽しかったよね、痛めることは。なんかたまに本気でなんか日頃の鬱憤を晴らしてるかのようなみたいな。殴るのもいつもより3倍ぐらい強い。なるほど。市場も入るんですか。入るね、やっぱり殴る。入るんですね。入る。それで石油管で殴るときに、はい、わざと間違ったようにして角をぶつけたなんかするんですよ。一番痛いところ。そう。だってなんか僕違う番組なんですけど、見た時にそのたらい落とすやつとかも、うん、一目見たらこれはもう痛いやつだからとかって、うん、なんか お三方が喋ってる番組を僕見たんですよ。はいはい。だからそれぐらいあれはやったら痛いとか分かってるのに、わざと痛いところをやってたって。ああなるほど。最初、ね、昔はね、メガホン、紙で作ったメガホンで秒でこう止めてあるメガホン、はい、これを使ってたの、はい、で音がねポコポコして、うん、面白かったんだよね、はい、で秒のとこでわざと殴ったりしてたからね。でそれ本番終わって見ると、はい、秒のとこに髪の毛がいっぱいくっついてる。それってその本番終わった後に、おいお前わざとだろうみたいな、そういうことはないんですか。全然ないよ。受けてるから。あ、なるほど。そうそう、笑いが取れればもうそれでいいっていう。だから笑いがないとなんだお前ってことになるんだよ。笑いは取れないわ、痛いわでは絶対困ると。うん、なるほど。ちょっとイカリさんの話もあれですけど、ちょっと志村けんさんの話もちょっとお聞きしたいんですけど。志村はね、そうな、やっぱり普段から面白いやつですね。あ、普段から面白い。面白いんだけども、なんか話をするとボソボソ話するやつなの。これで、え、何って言って、
だから俺とよくあのコント作ってたんだけども、だからボソボソ言いながらなんかできて しまうっていう。でね、あの志村は自分で作ってもうがっちり決めるやつなのよ。あ、そうなんですね。うん、すごい A 型、はい、で俺は A 型なんだけど、はい、いい加減な A 型 A にもいろいろあるんですね。そうで志村があと全部覚えるんだけど、はい、俺はもういい加減に覚えてるから、だからネタを飛ばしていくこともあるんだよね。そうすると志村が一生懸命引っ張って直すんだよ。へえ、そういうやつだったね。結構かっちりこう決めときたい方なんですね。うん、でも見てるこっち側からするともうお二人が楽しそうに、うん、そう、でも皆さんでやるコントもみんなが楽しそうにやってるっていう。だから志村と俺とがやるのがすごい多かったよな。多いよ、うん、すごい。やっこっちはあの強引に長さんにお前らこっちだっていう感じで必ずこの3人でなんかなんかやらされてでもそういうイメージはあります。なんかこう2人と3人でやられてるすごいイメージはありますね。でも長さんもこっちには言いやすいからそういうのがあるんですね。絶対服従だから絶対服従。なんかじゃあ、自分だけが知ってるこの人の意外な一面、これすごい気になるんですよね。意外な一面、はい、なんか僕らはこのドレスターズさんがこう出てるそのパッケージだったりとか、うん、テレビの中の方のイメージじゃないですか。だからその例えばプライベートで飲みに行ったりとかした時に実はこういうやつだとか、なんかそういうのがあったりしたら。張さんはね、一緒に飲みに行ったり飯食いに行ったりよくは知ってたのよ、はい、だけども絶対にお金を払わない人。ちょっとケチってことですか。そう、ちょっとリアルに言えば一番ギャラを取ってるのにお金を出すのは嫌なのよ。一番、だから俺たちの最初の頃は張さんと個人でギャラこれだけくれっていう、はい、交渉したの、はい、だからこっちがいくらもらってるか全然知らなかった。あ、そうなんですね。でその後だから俺はあの当てがいぶちだよ。え、当てがいぶち交渉はない。あ、高木さん何も言わないんですか。給料上げてくれって言ったら上げてくんないもん。そうよ、わかんない。これ先ほどからちょっと心配なのがお金の話しかしてないと思ってるんで、なんかちょっと違った一面みたいな。今まで黙ってた人がお金の話になるとこれに前のめりになりました。高木さん、逆にじゃあここまでお金の話したらもう少し僕ちょっと踏み込んだ話したいんですけど、はい、僕女性にモテたと思うんですよ、絶対に。ああ俺は持ってたね。いやー、すごい、そうですね、ですよね、うん、俺色気がやっぱ加藤さんすごいよね。絶対モテるだろうなって思ってたんですよ。でもなんか街中にその、ま、生放送終わりでも飲みに出かけたらやっぱりキャーってなると思うんですよね。キャーってはならなかったな。え、そうなんですか。うん、え、なんでだろう。だいたい終わってって飲み行くのがすごい遅い時間だったから。あ、うん、いやだからあのまあ飲みに行くところが全然違うんだよね。あの俺は銀座でどんちゃん騒ぎしてるんだけど、あの志村は六本木で、で張さんは居酒屋なんで。へえ。俺は飲まないから。飲まない。まっすぐ帰っちゃう。じゃあ仕事終わったらもまっすぐ帰る。高木さんは居酒屋。あ、居酒屋で。居酒屋。だからね、はい、全員集まって終わるじゃない、まず次に終わっちゃうと、はい、ね、お疲れ様ってバーッていなくなっちゃうのみんな、はい、残るのは俺と中さんだけなんだよ。なるほど。まあ、はっきり言うと初対面違うから俺も両方初対面ってなるわけだから、ね、だから、まあ、同じあの急いでどっか行こうなんて気持ちはないやけど、ゆっくりゆっくり終わってじゃあで俺の詰めた目が合うわ。行くぞって言って、行くのが居酒屋。でもなんか楽屋のなんか帰る絵が浮かぶね。じゃあお疲れ疲れってバーってそれぞれ飲みたい場所に行くけど、誰もいなくなっちゃう、さーっていなくなっちゃうから。で高木さんはちょっとゆっくりしてたら目が合っちゃって飲み行けから追えないみたいな、まあ、タイプはこういうタイプだから、ね、まあ、急ぐないからね。急ぐ必要もないしさ、普通に普通、ね、それで普通なんだよ、はい、他の人よりちょっと遅いかなぐらいなんだけど、どうしても最後にかかっちゃうんで、冗談ですから。なるほど、ドリフ大爆笑のオープニングとかエンディングで、うん、撮影の雰囲気みたいなの聞きたいんですけど、うん、あれ
で僕気になってたのはまず一発撮りなのかとか結構ちょっと気になってて、コントね、コント例えば威勢のいい風呂屋とかあるじゃないですか、あのガシガシイカリアさん洗う、はい、ああいうのって一発撮りだったんですか。一発撮り、みんな一発だよな。大体うちはそう、一回でも一応リハはやりますよね。リハさリハ軽いリハ、軽いリハやって、うん、もう本番回してで本番もいきなり行くんだけども、はい、でやっぱりそのリハーサルでやらないことをやるわけよ。まあそれがすごいですね。でもちろんイカリアさんには言わずに、言わずにアドリブでぶつけるってことですか。うん、あの威勢のいい風呂屋で思いっきりあのこう顔に水かけたり、こう股間のところにバチャッと、あれとかは決まってたんですか。あれはさすがに、あれは一応決めてる。さすがに決まってる。ただ水をかけるだけで、はい、顔にバーンといくのは本番になってから。いやそれすごい。だからもう最後イカリアさんがダメだこれって言う前、ほんとボロボロボロするじゃないですか。あれがすごいですね。やっぱりあれは元気に俺たちなやったよな。そうそう、うん、元気っていうかもうやることが楽しくて。中本さんもすごい生き生きしてます。そう、もう楽しいんだよ。イカリアさんはああいう風にするのをちょっと楽しいわけですよ、やっぱり。あ、そうなんだ。階段落ちって僕これ何回も見てて思ったんですけど、階段落ちコントの、うん、まあ、上ブロックもあるじゃないですか、上に行ってから、うん、でまた 下からまたっていう、そのあれって何回か分けて撮ってるのか、それともほとんど一発ですか。一発、うわすごいわ。ガラ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 回して、はい、あそうなんですね、うん、あれ全部オンエアすると40分ぐらいやってたんじゃない。多分すげえ。で全部カットして短くして、短くしてで20分ぐらいしたのかな。だからか、だからちょっと切り替わってるところがあるから、さすがにこのブロックごとに分けてやってんだろうなって勝手に思ってたんですけど、そうじゃないんですね。そうじゃないんだよね。むしろ40分アドリブ合戦というか、よくやれますね。やってたね普通に。だから俺がどんなに不器用とやっぱり下村が突っ込んでくれるから嬉しくなっていろんなことやっちゃうんだよね。プラス20分ぐらいはもう加藤さんのアドリブみたいな。アドリブで。酒飲んでやってんだろうっていうのがみんな言うからね。いや全然飲んでなくて、だからあの志村と二人でボソボソ言いながら、まあやることは決めたの、はい、で、うん、あの立ち回り あの形も決めておいて、はい、それで立ち回りでいきなりあの違うことやってなんかする。うわじゃあこう落ちるのゆっくりにしていこうとか、うん、なんかそういう歌舞伎っぽくこう見え切るとか、うん、っていうのどんどんこう達されていく。あれはもうアドリブで。さすがにここはこうあれはやるっていうのはある程度決まってるのかなと思いました。アドリブですか。アドリブで。あでも俺これ聞いとかなくてよかったと思う、撮る前に。それ聞いてたら俺やれないなんかすごすぎてアドリブなんだよなとかって思いながらね。あということで、すみません、ちょっと1回ね、前半がここでそろそろお時間なので、たくさん来ましたね。さあ、後編もぜひご覧いただきたいんですが、後編は僕の事務所のフォスターチャンネルでお楽しみください。リンクは概要欄にも貼っております。おなるほど、はい、じゃあ前半とりあえず、ザ・ドリフターズの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。